はい、マイクはやっぱりないですか。ポン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 、こんなの入ってる。まず、日本大水害で犠牲になられた皆様に、心からお悔やみ申し上げます。この近隣でも、すぐ、大橋を渡ったすぐ先の橋を渡ってすぐ、太田川を渡ってすぐの、旭田区串田地域、大変な惨状を未だに呈しております。本日も私ボランティアに行ってまいりましたが、土砂が、70センチぐらいでしょうか、私の足の、ぐらいまであるというありさまです。土砂の作業をしているとあっという間に、手袋が、こういう風になるありさまであります。大変な状況であります。人手はまだ足りておりません。それから、小型の重機、こういったもの、あるいは、それを操作する人、こういう人が今一番役に立つという状況もあります。まあ、本日は私マンションの、途中階、マンションの、駐車場1階部分に土砂が1メートル近く流入した、その現場に行ってまいりました。昇降式の、駐車台の、車を置く台の下に、ある土砂をかき出して、そして人力でかき出して、そして、重機で、小型の重機で、かき出すと、まあ、そういう連携プレーになっております。本日、このようなありさまです。まあ、しかし2時間も活動しておりますと、手袋もダメになってくる、尻も痛くなってきます。尻も汚れてまいります。大変なことになります。そして休み休みやられると、これは熱中症ということでも、なりえます。ほんまに、これは大変なことになってくるということをしっかり今、皆さんにも申し上げたいと思います。ボランティア活動に行かれたいという方は、まあ、しっかり装備をする、私が今しているように、長袖、長ズボン、長靴、軍手はしっかりする。しかしこれだと非常に暑いので、熱中症になりやすいというのは分かりますが、T シャツや短パンというキー装備でいると、怪我のもと、怪我から来る破傷風のもとになります。ぜひとも、ボランティアに行かれる際は、重装備、しかし一方で本当に10分やって10分休む、それぐらいでいいぐらいの状況であります。お気をつけて、ボランティアに行かれたいという方は行っていただければと思います。4年前の、梅林八木地区の豪雨災害の時がまだ被害地域が限定されていた、非常に大きい被害でしたが限定されていました。ボランティアが、まあ、こっちに集中すれば旭田区の方に振り分ける、まあ、そういったこともできました。しかし今回はボランティアが全く行っていない地域もある、しかしボランティアが今行っている地域でも、人手が足りないというありさまであります。ぜひとも、皆さん、しかし無理はしてはいけません、無理はしてはいけません。そのことを申し上げたいと思う。そして一番、この災害でやらなきゃいけない人は、総理大臣、そして国土交通大臣、そういった人たちだと思います。しっかりと災害一本に絞る、カジノを作るじゃなんじゃ、そういったことのために、労力を使うんじゃなくて災害対策のために、しっかりやってほしいと思います。野党共同で今、被災者への補償を300万から500万に引き上げるという法律法案が提案されております。今こそ必要です。今回の災害に訴求して、この野党提案の法案を、自民党も丸呑みしちゃえばいいんです。安倍さんが俺の手柄だと言って丸呑みしてしまったらいいんです。
国民が、被災者が救われれば、それでいいわけです。その程度のことも、していただかないというと、ちょっとこれは、本気なのかという話になります。とにかく今は政治、災害対策、特に被災者支援充実、これで一本に絞るということを、していただきたい、そのように思います。万全の体制でやっていると総理おっしゃいますが、本当に万全なら人手が足りなくて土砂が未だに取り除けない、そういう場所が、存在するわけがありません。やはり万全ではないということを潔く認めた上で、じゃあどうすればいいか、しっかり、災害対策一本に絞れば、答えはおのずと見えてくるでしょう。カジノを作りたい、まあ、そういったことに頭がいってるから、いいアイデアも浮かばないわけです。余計なことを他に考えておるから、いけないわけであります。他のことを考えちゃいけません。今はこの目の前のことを考えないと大怪我をします。まあ、我々現場でボランティアをしていれば、目の前のことで集中しておかないと大怪我をする、あるいは熱中症になる。安倍総理も一緒です。災害にちゃんと向き合って本気で集中しておかないと、カジノやろうかな、国会議員を増やそうかな、憲法を変えようかな、そんなところに気が散っていては、安倍総理、大怪我をしてます。総理が怪我をする、政治的に怪我をするだけならいいんですが、国民を巻き込んでしまう、総理の政治的な怪我というものは国民を巻き込んでしまいます。したがって判断ミスは許されない。しっかり、災害対策一本に絞り、野党が、提案している、被災者充実、資金充実、これも丸呑みしてわしの手柄じゃ、それぐらい一発でいいというふうに、韓国を、お姿勢を総理に対していきたいと思います。ボランティア活動に行かれるにあたっては、しっかり、長袖長ズボンということでお願いいたします。そういうことを念押しして、そして、水分塩分、しっかりとって休憩をとるということをお願いいたしまして、この、緑天満屋前に置きます。私、佐藤修一、広島3区市民連合、先ほどまで、署名活動で、この場所でお世話になっておりました。3区市民連合幹事もさせていただいております。私佐藤修一からの、ご報告とさせていただきたいと思います。最後まで、ご協力ありがとうございました。